最後の任務は私の独房のドアを開けること。この部屋の鍵を手に入れるには黄色に隠れている彼女の人形を手に入れてくるんだ。奴の鍵の人形を木から叩き落とせ。人形を簡単に見つけるには携帯電話を使うんだ。そうするとミニアップに表示され、その人形を木から落とし気絶させるための武器を用意してやろう。それで捕まえるんだ。
やめるんだ。生きて連れてくるんだぞ。大丈夫だよ。今どこにいるの？学校にいると言ったばかりだぞ。熱でもあるのか？俺は元気だけど、あのサイコとかいう女。
まだ心配なのか。あいつは俺が始末したから、もう邪魔はされないって。本当か？ああ、とにかく1時間後には迎えに行くから準備しとけよ。